激鎮。激鎮だ、マジで。もうダメだ。もうむ、もう無理。もう絶対無理ってことで。バカ、もう言っていいか、マジで。もう一言マジ、これだけはしてくれ、本当に。これだけはして。二、二日連続。二日連続、え旧社から連絡あった時に、おめでとうございますと言いました。なんで同じ旧社が二回連続勝つのこれ、ちょっと。 マジで。う,うちのまどうなってんだよっていう、これ。マジで。もう、クソそが、マジで。もう、もうダメなのか、本当に。もうダメなのか、本当に、これは。もう、ムービーは。もう終わったのか、これ、完全に。オワコンなのか、これは。もう、もうダメ。もうなぁ。頑張ってるんだけど、もう、最後、あんな、あんなズルズルになるなんて、ちょっとありえないよな、マジで。 ありえない福祉を買ったのに、あ、すまんってことで、すまんってことで、もうなあ、もう完全にこれ終わったっていうことで、本当に、おーえ要するに賞金で家賃と税金払えない、払えねえよ、もう払,払えるわけないだろ、こんなもん見,て見たままだよ、そんなもん。そそうそう、もうなあ、もう完全に、もうちょっと手当だけでは、暮らしていけぬ、そんな昨今、うどうすんだよって、これ、マジで。 おーマイナス体重だったら、まあマイナス2キロぐらいだから、この暑い時期だったら、まあそんなもんかなっていう、おーそうそうスタートの時横をいてイマイチだったねつまずいたし、鼻立つまで若干外に寄れた、まあとにかく、もうとにかくね、どうにも、こんなムービーってこんなんじゃないよねっていう、おーこんなんじゃないよねっていう、てか、ここで定着してしまうのかっていう、マジでおーもう、このレベルで終わりなのかっていう、マジで。おー もう、学し、もう、学しだよ、マジで。おーえー、なんだよ、この基準。基準はねえよ。悲しみの表れだ悲しみのおー。悲しみは雪のようにしんしんと積もってくる。真夏だ、バカ野郎、マジで。どうなってんだよ、これ、本当に。改正者が逃げるって予言してたの、はなぜ、まあ、旧者が言ってたんじゃないうん。まあ、俺は聞いてなかったけど、そうそう、うん。 島原さんを載せるっていうところで、まあ、そういう予言があったのかなみたいな、そうそうそう、JRA 版,版 YBO で稼げ、まあ、そこは、まあ、ちょっと種の部分しかまだできてないんで、YBO とか、まあ、SBO なんだけどそのお、オンラインっていうのはちょっとまだ遠いっていう、マジで、おそうそう完全にやりて勝負出て逃げたのに、あの手、ていたらく、なのこれ、策定ってこれ、てたらくぐらい読めますけどって、これお、もうな、オ けると思ったもうな、花切った瞬間にしてやったりみたいな、これ。おしてや勝20枚いった。そんな行くわけないだろう、お、ま、前、あ。そしたら一番人気になっとるわ。おそうそうもうな、行けると思ったんだよ、マジでお。ただやる気は感じられた。まあ、確かに、もうちょっと出は悪かったけども、まあ、外枠っていうのもあったけども、まあ、非常にね、いいスタートは切れたかな。ただ、こういうのが波に乗ってくれば、次もう一回同じよレースができれば、行けると思うんだよ、だって、これ。お なんとかいけるんじゃないかなって、普通な楽のら楽逃げのパティーンだ。だから、楽逃げのパティーンというか、何だろう、何が悪かったっていう、まだもうパドックの時点で、もうね、ぶんぶんにみたいな感じで、汗びっしょりみたいな、そう,そうそう、久しぶりにムービーの本気見て、まあ、本気というか、本気というか、もう、現時点でのこれ何、何これがもう精一杯いってことっていうマジで、え、楽天ポイント忘れろ。そして破産しろ。破産は関係ないよねって、これ、破産したら馬主できませんがっていう、う一応、ワクレンで。 軸にして終わりました。ありがとうございました。残念ってことね、本当に。それは申し訳ないっていうこと。うん。一緒に吉村さんがついてる時点で嫌な予感がした。まあまあ、完全にマークされてたよねっていう。お完全にラビットだったよねっていう、マジで。おー、それ、鼻声だよ、びえ、泣いてるんだよ、マジで。 かな悲しいだろ、だって、自分の馬がな、お前、ど2週連続同じ厩舎の馬、勝ってるのに、自分の馬がこれ、ちょっと馬券にも絡んでないって、お前、どうこったよって、これ、マジで。おお、そうそう、26、一番人気の三福で、なんで一番人気なんだよ、ちょっと松野とその出しね。どうこったの、これ、そのだと松野、ちょっと待って、なんで、これ、俺のせい、これ、これ、買う人が悪いんじゃないって、これ、おお、そうそう、ムービー買ったら、女紹介しようと思、おお <laughs>、マジでって、マジでって言うね、そうそう、お外枠だ,だめ。いや、だから、外枠でだめと言われても、でも、花 を切るレースだったら別に内枠でもいいよねっていう、おそこむしろねっていう、まあ、まああ外だったら出負け,出負けしても、後でいけるっていうのはあるけども、まそうそうまあ、まあでも今回は、まあ、本当に、まあ、ある意味、出し切った感は、まあ、あったかなっていうのもあるんで、まあ、正直、この結果っていうのはお、真正面から受け止めざるを得ないっていう、おもうだめうううなのか、これがもう精一杯なのかっていう、これ。 おもうこれで精一杯なのかっていうところ、本当にちょっともう、何、決断しなきゃいけないのっていう、まじでおそうそう、結果的に買ったものをお膳立て、まあ、そういうことですね、本当に、そうそうもう、もういやまあ、お払い箱というか、っていうか、まあ、君ら気付いてないかもしれないけど、普通にジャパンよりはちゃんとね、着出してるっていう、おそこはちょっと忘れないでねっていうね。おそうそうジャパンが まあジャパンが普通にまあ走ってる時点で、ムービー、普通に C2 で着取ってるっていう、そこはまあ評価はしてあげてもいいかなと思うんだけども、もともと期待値が高いから、もともと期待してたっていう、菊水出てるっていう、マジで、そうそう、クーラーつけすぎて夏風邪、夏風じゃねえ、泣いてるんだって、涙、焦がれて雪しぐれだって言ってんだよ、だから、そうそう、競輪だったら完璧に。 機関車役で自分の仕事をやったな。まあまあ、そういうことですね。本当に、ラビットっていう感じでも、あのセン、まあ、ホワイティーペスカをちゃんとゴールまで連れて行ったっていう。おうそうそうそう何そろそろ汚いとは見せよう。大変失礼しました。コントロールと C ってことでねお。マジで、もう本当に、もう終わったのか、俺は本当マジで。 もうラビット、つってね、ねラビット、責任ですかみたいな、これ。そうそうそう。もうかんもうな、俺、ダメ、ダメ、もうな、馬主として、馬主として、もうペットじゃないんで、これ。 ペットじゃないんで、もうちゃんとや、もう決断するときはしなきゃいけないっていうマジで、おえー、またブレス的な後押ししてほしい。いや、だから、そういうことじゃないから、ブレスは俺がちゃんと自分で決断したっていう、おマジで、策定伸ばせばいいよ、距離ぐらい埋めるわ、だから距離ぐらい埋めるわっていう、これ、そうそう、誰より松の評価が一番、なん、なんということでしょう、これマジで、俺の評価関係ないよねっていうマジで、もう、もう本当に、もっと俺が、そうそもっと どうもみなさん、ジェヌインです。どうぞよろしくお願いします。ということで、ほんとムービーね、もうちょっと、もうちょっといけると思ったのに、ほんとに、ほんとにね、期待して、不ジを買ってみたら皆さん、ほんと申しなにこれちょっと。なにこれ、いゃあ、練習、練習ってどうこったこれ。あばばばばば、どうぞよろしくお願いします。ということでね、あ、ちょっなんなのこれマジでっていう。 ちょっと、ムービーがね、これ、ちょっと本当に辛い思いをしてるときに、君たち、何をしてるんだって、あちょっとカバンは出しっぱなしっていうね、ちょっとカバンを隠すために、ちょっとこっちへ行きますっていうね、そうそうそう、え、なにこれ、当たり前だろうっていうね、ちょっと、俺がね、こんだけ頑張ってるのに君、君たちは、もうちょっとこれね、ジェルインターン大丈夫みたいな、これ。 そういうのはないのかしらみたいな、そうそう、何か、眉で、ちょっと、そんな時間もないんだよっていう、これ、おー、気筒どこがきっで、顔面きっって歩けないよね、外っていう、これ、草、臭くはない。もう、インターネットを超えて臭さは伝わらないっていう、これ、そうそう、何か、近いって、これ、マジで。なんでね 近遠さ近さ、いいよね、リスナーさんとのなんか身近な存在でありたいみたいな、この DJ の思いってちょっとなんやってくれないかなみたいな、えー、イダ車には行きません、ムービーは、ムービーは又さんにずっと見てもらうっていう、うん、そうそうそう、マジで、もう本当に、もう、終わったのか、これでもう完全にっていう、もう、かんちょ気になるから、ちょっとこれしまってくるわ。 って、ね、いうことで、もう、なん、なんなんだって、待つのに、厩車に捨てられそうなのは、どうこったんだから。いや、まあ、それはあるけども、お走らなかったら、もう、ちょっと、ね、あの、馬房が埋まっちゃうんで出てってくださいって、そういう話はなるでしょうねっていうを、そうそう、このタイムラグ芸飽きて、作庭きた、どうこったんだから。もう、読めるからそこの、それぐくらいは読めるっていうね、そうそう、おカバンより後ろの女の人、捕獲したいよ。配信中。<laughs> あと、後にして。 怖い、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 怖いっていうね。そうそうそう。え、後ろの人もこんばんはいないからだからね。この怖いこと言わないでっていうね。そうそうそう。え、ジェニーン、作庭、大きい。策定黒目だよね、これね。黒目大きい俺。いや、ちょっとわかんないっていうね。そうそうそう。後ろの女の人、台形の前立ち。もうなんかね、君たちね、混ざりすぎ、混ざりすぎで何を言ってるかも全くわかんないって。後ろ、お尻か、こっち。見てないから、お尻閉まってるよね、これ。お君たち、どんな、何が見えてるんですかって、むしろね。 そう,そうそう、おうえう、ー、ムービー終わらせたい感ありいや、終わらせたくない、だから、終わらせたくないって、な、どれだけ待ったと思ってんのムービーのためにおう。ムービーのために俺、1年待ってるだ、1年。うん。ひたすら予約料だけを払い続けること、1年間。 まあこ,こんだけ待ったのに、もうなしとかありえないだろっていう、マジでお教えに何人も女の人がいたそれは嬉しい、それは嬉しいっていうね、そうそうそう、おじ気を続けてるの、いや、全然続けないですよ、はい、抜きまくりっていう、そうそうそう、水を連れて飯田先生とかに行きません、だから何,何回も言ってるけども、ムービーはもう私さんに見てもらえる限りはずっと置いときますよっていうのを、そも本当に俺決めてるから、マジで、おそうそうえー、松野の家賃滞納で家を追い出されるいや、それはもうありえるよねっていう、おこんだけも苦しい時期あまりにも続くと、もう死んでしまう。 ねっていうおそれ仕方ない、マジで。え教えんドラえもんいなかったドラえもんいたらもう頼むどこでもドアとか頼むわ、本当に。おーすーそのだ、言ってやるよ。一、えー、つずつ着順上げていくんだろう。いや、だからそれだったらいいよね、まあせめてものを本当に俺が今これ自殺せずにここにいる、まあ、救いは、もう5着から4着に上がったっていう。おでも、花さだからね、あれ本当ギリギリ、マジで。あれ俺5着だったらいや、せめてこの4着。うん 前数よりもちょっと上がったっていうのは、本当よかったよね。あの鼻差はでかい、俺的には。そうそうそう。お次3着。まあまあ、なったらいいね、みたいな。そそうそうだ,だからそこはね、まあなんかちょっと褒めてほしいなっていうのはあるんだけども、そうそうお。下原できることやって。まあやってくれたと思う、本当に。下原さんよくやってね、乗ってくれましたっていう。うん、そうそう。ーツは1 0 0あったっけありますよ。はい。シー1 0 0あるっていうね。おただまあ、1七千7 0 0 4っていう感じじゃないかなっていう、そういうレベルの話じゃないかなっていう感じはしてるよね。 おだからそこはもう、まあ0 4で、お前目に行ってっていう、今日みたいなレースをまあやっぱりやるしかないっていう、そそうそう、私さんに機種免許取ってもらえ、私は70キロだよ、まあ、70キロだから、機種免許取っても無理っていう、うん、そうそうそう、うかわされたかと思って、いや、もう完全にかわされたと思ったけどね、俺も、おそそうそう、まあまあ、なんとか残って、本当良かったっていう、そうそうそう、私さん、ゴールをいて。 ていかないだろ。う私は吊るしてどうすんだって死んでしまうかなっていう。そうそうそう。ネプティューニュにダメだ。なんだこれネプティューニーってこれ何エロマンガ？これはもう何を言ってるかわからないっていうね。そうそうということで、まあちょっとデスクトップってことで、もうね、もう無念、えー。スマイルムービー無念の4着ということでね。お、そうそう。もうな。 もう完全に終わったのかなっていうマジで。こんな馬じゃないんだけど、本当に。こんな馬じゃない、本当に。マジで。うどうにか、なんとかならないのかなっていう、ここ。まあまあ、ボバの中では一番トップっていうのも、これもね、俺、やっぱ特筆すべきかなとは思ってんだよ、マジで。え、下川さんのスタート。 だから規約は読めるからってのこれ何回も言うけどね、そうそう、最近動画上がらない、まあ動画プロがまた、ね、2代目か3代目か分からないけど、またちょっと飽きたっていうことで、もうもう、まあ仕方ないよねって、そういう時はもう本当に、このマイナー、マイナー配信者ってことで、もうそこはもう、ね、任の一文字ですよっていう、普通に NR のホームページ見ていくしかないよねっていう、そうそう、う最近動画上がらない、上がらないですね、はい、えっと、橋本の思惑通りの展開でした。まあよかったんじゃないおホワイティペースが っってよかったねっていう、うんまあ、ただね2日連続、まあ、同じ厩舎の馬が勝つ気持ちって、まあ、非常に複雑な気持ちはするよねっていう、そそそうそうそうだから、まあ、でもよかったよ、本当にお、まあ、それはもう、あのー、同じ旧車勝って攻めてものね救いかなっていうおただ、ムービー願わく・ネガワばクバワン・ツーとかねもうそういうのなかったのかなっていうのはあるけどねおただ、勝った馬は結局、まあ、まあホワイトピー,ースかの2番手で名将・ムーラン が2番だから、まあまあ後ろだよね。で、パンティールおー。まあこれ人気か、4番と。まあまあ、まあ、前でも後ろでもっていう感じの展開だったんじゃないかなって考えると、もう少々もうちょっと頑張っていただけなかったなっていうのはあるよね、マジで。おそういえば、え、賞金100万円突破したな。え、ムービーがおーまあ、また突破したとか全然ドマイナスだけどね、これ。 おクソマイナスだけどね、マジで。おどうすんね。って。だから、だいたいそもそも休んでた時期のこと考えてみろよっていうね、マジで。おそうそう夏場だとパドック発汗があって、ロスがあるのかな。まあまあ、ムービーはもう夏でも冬でも汗かきっぱなしというか、もう入れ込んでしまうんだよね、本当に。おガッチガチに。おだからもうそ,そう考えると、もう本当にしんどいっていう。おだからもう本当、なんか、もっと落ち着けと、持ち着けと。 おだ雨降ってくれればいいんだけどね、雨降ってくれればもう、あのー、涼しいし、お汗もね、まあ、流れるし、おだそうするともう、ムービーもね、その気が。 その雨の方に行って、もう全然オッケーってなるから、なんとかなるんだけどもそ、うそう今来た、お疲れっていうね、そうそうそうおさ、YBO のサクタ進捗だ、これ何回ますねんっていう、そうそうムービーは暑い時期がいいみたいだね、いや、よくないだろうって、どう考えても、どう考えてもあかんやろっていう、これ、そうそうそう、いや、もっともっと、だから、朝の汗びっしょになるぐらいだったら、もうちょっと涼しい方がいいんじゃないかなっていうね、解説者のパドキオカは気合を肯定的に捉えていたが、いつも見ているか分かるすれば相変わらずに見て、落ち着いてほしかったっていうね、その通りだと思う、本当に。 まさにだからもうちょっと、なんて言うんだろう、まあまあ、もう、ワさんに甘えてるのは、もうね、ご愛嬌としても、もうちょっと、なんかもう、レース前に終わってる感がないような感じで見たかったなっていうのはあるよね、マジで。お終わって、もうレース前に終わってんだもんだって、これ、ほとんど、マジで。 お最近、吉村さんの勝つ姿を頻繁に見せつけられている気がする、現地でもネットでもってことでね、もうそれは仕方ない、もう吉村さんはいい馬ばっかり乗ってるっていうね、おだそれはもう指をくわえて見てるしかないっていう、おまあ、ホワイトゥーペースカも結局、まあ、どっちって言ったときにこっちっていうねお、だから仕方ないよねっていう、それはお、そうそうそう、ジャパンと一発やらせば落ち着くんじゃない、だから君ら感覚じゃないからですよね、一発抜いたら OK みたいな、そういうことじゃないからだから、おそうそう。えー現 なななくなっても使えるないや、鴨宮君はね、うまいとも、やっぱり師匠が田中学ぶジョッキーってとこもあって、まあ、やっぱりいろいろね、ちゃんとお勉強してきたのかなっていうね、そうそうそう、おまあ、まあ6番人気持ってくるぐらいだからね、おまあいうことで、えー、ムービー、残念ながら、まあ、0.5秒差といえども、まあ、C2 でおー4着という、まあ、くじるを飲まされたっていう、もうなー、もうこれはもうちょっといけると思ったんだけどなー、マジで。 おもうちょっと行けると思った、本当に。おーだから本当ね、まあ、無念でならないとお、もう言うしかないよね、これは本当に。まあちょっと VTR をね、じゃあちょっと見ていこうってことで、おまあ、ちょっとニコ生がないようなので、普通に行きますってことで、おもうちょっとな、本当に、NAR。 NAR ってことでね、そうそうそう,おう、やらせてみる価値はあるな、うん、ないからだから、もうだ、そのね、下ネタをやめてくれませんかこれ、競馬配信なんで、下とか、まじ、勘弁してもらえませんかっていう,おう、そうそう、おうえー、広いパパの西脇に行く、だから西脇行かないっていうね、これ、何回もね、そうそうそう,おう、よし、これちょっと行くぞってことで、園田の,の、えのー、これスクイック。おうもう、とりあえず、とりあえず見てみようっていう、おう 全のちょっと待って待ってちょっと待って待ってスタートしましたきれいな飛び出し10頭横に広がっていますでこれでちょっと読み込むってことでおとりあえずもうレース見てみようまあまあ見せ場はねあったからマジでお見せ場あったからその辺で次どうすればいいかっていうのをちょっとみんなで考えようマジでお、えー、ちょっとボリュームを今合わせるボリュームを50にするおーで、えー、URL を貼り付け

まあやっぱちょっとね、もうちょっとなんかないかなっていう、これ、感じはしてるよね、これ。で、ね、ブーンと行くと、リバーマジモーと並んで、インコースに切てくれて一番外から中盤スマイルムービークっ,っ,って。で、こう、まあ悪くはないんだよ、この辺、ちゃんと行けるはいけるからね。すーっ<ー>と回っていくと。 こんな感じでね、た,ただもうこの辺ちょっとこの辺ね、この辺が制御効いてんのかっていう話なんだよね、そもそもおこの辺が。 だからそこが、え、最近いつセックしたら3年以上してんねえよだから、もうどうなってんだよ、誰かやらしてくれよだから、うんそうそう、内容はおって感じだったけど、タイムとかな、ね、まあ平凡だよね、本当にお。完全な平凡パンチだよ、本当に。おで、こう行き、行ったはいいが、まあやっぱこの辺でもハミ噛んじゃってないかとかね、これ折り合いとかこれギリギリじゃないかとか、その辺もね、やっぱり、おもうちょっとこれ、なんとも言い難いところあるからお、スタートでジョッキもバランス崩してたの。いや、バランスというか、まあちょっと出が悪いっていうね、そもそも。おそうそうまあ、積極 特性は評価そういやこれはね本当にいい乗り方をしてくれたと思う。うん ただ、ムービーとして、これ、ちょっと前に行ったのね、前に行ってもっていう、勝てないっていうところがちょっときついよねっていう、ムービーは復活で、全てを取り返す可能性が取り返す、そうそう、全てを取り返すとか取り戻すっていうことだと思うけど、昔はね思い出してくれると思うんだよ、だから、後ろで待機しているより期待感が、てや、そうそういうこと、本当ね、中途半端な乗り方してくれなかったのは、非常に良かったというのはあるんで、今回、非常にいいレースだったと思うけども、結果が止まらないっていうね、1そうそう回戦、最後の逃げまで。 だの。 で、最後バタバタ、まあ、まあ、そういうことだが最後も本当に。バッタバタになってるから、もうこんな、こんな感じではないよねって普通だったらっていう。お、とば、飛ばしすぎというか、もう、この、まあ、折り合い見たらわかるけどね。<の>もうちょっと、これ、なんか。なんか、イティスど、どっち、どっちみたいな。四番のパンテールが三番。まあ、いい、いいペースで逃げてはいるんだけども。リバーシンが入る五番のリバーマジモード。一、二、まあ、三、四、五、六、七番。七番のアルテ。ちゃんと、坂の向こうまで、ちゃんと持ってるからね。こう、離れて、二番名勝。 ーランが後ろから3番手に追ー、まあ、これも頑張っていくーっといってるしね、これ。 これでグッと詰められるけどね。ー頑張ってはいるんだよ、頑張っては。頑張ってはいるんちゃんと、真面目に走ってはいるんだよ、これちゃんと。こうやってねちゃんとこうこナー回ったところでもちゃんと先頭にいるんだからさ、これ頑張ってはいるんだよこれ、でまあ、ここでこンプレートのみ込まれるけどね。ーで、抜かれちゃってっていう。 番番番ののパンンテール名ムラが手かフホワイトまあこんな感じっていう、まあこれちょっとご着がぎりぎりみたいな感じで、おいう感じだから、そうそうそう、次のにやれなかったのか、関係ないよね、だから、あ、俺のこといや、次の行ってないからだから、そそうそうペース、ペースはまあ、普通だとも普通、うん、普通のシーツ、だからまあ、そんな極端に遅くもないけれども、まあ、速くもないよねっていう。お 競馬前にに行けけるるだけで武器になるからまた逃げてほしい、まあまあ、これ無理やり出口くらっての逃げだからね、おジャパンの,そのセンサーの逃げとはまたちょっと種類が違うよねっていう、そそうそうここで結構ね、そうそう、最後ちゃんと粘ってる、頑張っているんだよだから、一気にこうなんかもう、プスーンって感じじゃないから、頑張ってる、着差もね、0.5秒差だからいっちゃうとお、頑張ってはいるんだけども、 なんか違うんだよ。もっとムービーやれるはずなんだ本当は。マジで。もうちょっとなっていう,そう,そう。でも一番はそのまま行ったわけか。まあ一番はね、おホワイトィペスカーはまあ同じ厩舎で後ろから抜いてシュッて行かれたっていう、まあ格好の獲物でしたみたいな。そうそうそう。だからまあ、もうちょっとムービーだったらやれると思うのなっていうところを、もうちょっと見てみようか。一回戻って。おこれね。 ここここからこう行ってとだこの辺で一気にねもう垂れないってところは、ムービーもちょっとなんかやっぱ見せてくれたよねっていう、おそこはあると思う、マジで。そうそうう横なんでいけるって思ったけど、最後歩いて,てるなまあ、まあ、歩いてでもね、それなりに頑張ってると思う、俺は。おそんなねやすやすとって感じはなかったと思うお。だからもうそこは、もう今ね、だから両側してるというふうに信じたい。悔しいけどね。 悔しいけれど、まあ、ちょっとムービーに夢中ってことで、もうそこは、 信じてやりたいよねっていう、まあ粘り粘りきれなかった、マジでお。そこは粘りきれなかったけども、でも、この最終コーナーのところまでの動きとか見てても、決してそうじゃなかった展開の中で、ちゃんと頑張れたかなっていう、まじで。最後まで止まってないから、スムーズでばばしったらぐらいできる、ね。い,るいや、一っぐらいっていうか実に全然まだ、まだ不調じゃないと思うんだよ、まだ。ここからだと思うんだよ、だから。間には4番パンテールもこれに加わってくる。時間が欲しいよなっていう。番の4番のパンテールまあまあ、まあ、この辺はもう仕方ないもん、この辺はね。おー ーまあ、さっっと抜かれちゃったでも、ね、それでも、なんか一気にこうね逆噴射とかそういう感じじゃないよねっていう、おマジで、まあ、その余裕が全く感じられなくなった。余裕はねえよだから、全部一切ねえよ、昔からおそうそうそう。使える作戦が増えたのが将来につながる。いやまあ、勝った2勝が、まあ、これパドックでも言ってたと思うけど、勝った2勝が、あのー、逃げだから。 うん、だそれはもちろん、こういう感じの展開になればいいんだけども、まあ、C2 でちゃんと花消えてるっていうのも、それはそれでね、ちゃんと、まあまあ言うけども、うちの中ではまあ頑張ってるっていうか、C3 落ちないからね、このままいくと。うん 普通に C2 でまあやり続けるってことになるから、まあまあ、それはそれで、馬主としてもね、頑張れって感じになるんだけども、ただ、勝ちが遠いよねっていう、勝ちが遠いよねっていう、マジで、困った時ばいますの逃げ、バイマの、まあまあ、人生も逃げてますからね、そうそうそう昔のムービーしか知らないから強いムービーみたいな、まあまあ、昔のムービー知らないっていうのであれらば、そもそもその時のムービーっていうののの実力がそもそもどこまでっていうのも正直見えてないところもあるんだけども、ただ、雨の日のムービーを一回見てほしい、本当に。 おうもうちょっとまあ体も今、まあ、まあ今もね結構戻ってきたから、雨の日のムービーをみんなに見てもらいたい。 おうそしたら、もうちょっとね、なんか、面白いとこ見れるかなっていうのもあるから、おうそうそうそう、若い頃なら残ってった、若い頃なら、まあ、確かに若い子ろが順調に来てたら、まあ、成長分も含めて、もっと上に行けたっていうのはもちろん思うんだけども、まあ、それはそれでね、まあ、怪我したのもおあの実力だから、もう仕方ないっていう、なんでもかんでも逃げたな、まあまあ、逃げ、うん、月もね、逃げられるのかなっていうのは、ちょっとよく分かんないけどね。う まあ逃げ,逃げっていう戦法は地方ではかなり有効だからね。うそうそう。時間がないのは馬じゃなくてお前だしてな。まあまあ時間というかね、本当にもうあの残りタイムというかおうもう、むしろもうどうにもならないからね、これ金がなくなってしまったらお終わりだからという。 人気格は上位を固めましたが、勝ったたのは1番ホワイ,ンイーペスカでし相変わらずだよな、これ、相変わらず、これ見てくれ、これ、相変わらず、このね、ゴールした後に先頭のマを抜く、これ、昔からなんだよ、これ、お昔、ゴールしてからポアゾンブラック抜いたから、お相変わらず、言うこと全く聞かないっていうね、これ、わかるこれ、これ、ムービーです、はい、これ、ムービーね。おー もう相変わらずゴールして、議長金止めに入るのに、ムービー止まんないっていう。最近マジ切れして、マジ切れというか、もう死んでしまうんだよ、このまわかるだろ、そんなもん。まあ金払い続けてたら、こんなんで。おとどうやってこれ持ってくんねんって。借金増やる一方やんけ、こんなもん。おう、そうそうそう。え、雨乞いしようぜね。まあまあ、遅いけどね、もうね。もうレース終わってるから。そうそう。2週間後、また、多分、中一周で。うん。 ま出ることになるけども、そうそうそう,う、6レースしなくてよかった。6レースって何かあったの ?6 レースちょっと見てないから分かりませんっていう。うん、そうそうそう、えー。雨の日最高峰から鬼足で迫ってきたムービーは、そうそうそう、だからそれが36秒9ぐらいの上がりを出してるっていう、まあまあその頃のムービーに戻ってくるかっていう問題はあるけどね。うただまあなんとか、 もうちょっとなぁ、でも、衛進クリアもさ、ちゃんと戻ってきて復活したわけじゃん。だから、それを考えると、ムービーのためにももうちょっと待ってやりたいなっていうのはある。ただ、まあ休んで期間が長いから、そこなんとかしなきゃなっていうのはあるよね。おそうそうそう、おまあ、ブルズアイとかもパッとしないしな。まあ、ブルズアイ、今どこその何、えー、園田はいないよねお。福山に行ったの覚えてる。多分高知か。 おだま難しいよ、本当に。まじで。おえまた借金。借金できるのかって、借金でも、だからその辺ププ、プロミスだよ、プロミス。プロミスって、まあ、うちのまマもプロミスでいるけども、お駅前にあるから、宮崎もお。そうそうそうお、えー。上がり37だったよね。まあ、37か36秒9かちょっと忘れたけど、うん。 まあかなりいい足が使えてたっていうお。まあまあ、折り合えばね、やっぱそういうのがあるっていうのは、もうムービーはずっと持ってるから、おだからそこなんだよな、ね、結局。もうレース始まる前から終わってしまってるっていうところがあるから、なんとかそこを頑張ってほしいなって思うんだよ。おだからこ,こういうねこう、こういう余裕があるんだったら、もうちょっと、まあもうあるだろうっていうね。おもう本当、なんなんだろうな、うちのこのスマイネル軍団のこのね、ボバ、ボバ連中。 もっと何回見ても、このアホばっかりみたいなえ、もう馬主やるの限界じゃないの、精神、いや、精神的には全然終わってないですよっていう、お全然もう、もうむしろね、働く、もうそのために働くっていう、馬主辞めるんだったら俺はもう死にます、はい、俺も,も馬主辞めるんだったらもう自殺して終わる、最後、高知競馬ブルーズアイ、やっぱりっていうね、やっぱそうなるよねおそうそう、松野競馬と出会ってなければ勝ち組になれたんじゃね、まあ、何をもって勝ち組かどうかってことだよね。 お俺はもう、やっぱ馬主やれなければ、これ完全負け組かなと思ってるから。おだからも何をもって勝ち組かどうかっていうのはもうみんなそれぞれかなと思うけど。おうそうそううん、頂天自派 S, S, S を見に行くわ。じゃあ、だねーっていうね。そうそうおうな,わわなんだ、わさ、またマイクこれ、マイクはわかりませんっていうね、これ。おうそうそうまあまあ、ムービーね。これ、ウィーニングラウン。別に勝ってないけどね、これちなみに。バツってことだねお。まあまあ、こんな感じで。 1>, 1分32秒9か。まあ、タイムは特に、まあでもこれスローなのかな、このタイム見ると。ちょっとこれもう一個見ていい ?C1。おー おまあそうだな、やっぱり C2 の1になると1分31秒後だから、どっちかっていうと、やっぱスローだったんじゃないかなっていうね、お疑惑があるよね、これ、まあラップが出ないか分かんないけどお、その前のやつもこれ、1分31秒後だからね、これお、これちょっとスロー疑惑がね否めないっていうことでお、だからそれだけ恵まれたとしても、まあその4着っていう、おだからもうこれ、本当に次 おまあ今回はちょっとやっぱりそういう意味ではこれで本当オッケーとも言えないけどもこう次が本当これでいけるかどうかっていうのはちょっと考えなきゃいけないマジでおだから今回はねちょっとなんかも場合によっては展開恵まれた上での4着とかっていう話になったらもういよいよちょっとやっぱり厳しいって話になるから,おだからもうちょっと頑張ってほしいよな本当におここはもうムービーのまあまあちょっとこうまあ ここでも4着だから、とりあえず今回は、まあ、よし、よしとはしないけど、あかんのやけどね、これ全然問題な、問題なんだけど、ただ、なんて言うんだろう、本当の意味での進化問われるのはついかなっていう、マジで、竹丸丼ぐらい稼いだな、竹丸丼って今どこにいるのおまあまあ、あのまもね、今どこ行ったか分かります、まあ多分まだその,のはいるかそうそう、いつか何かしらの形で恩返ししたいです。 大変ですか大変ですかっていうね。そうそうそう。えー、マ,イルならマイルなら早いじゃん。32秒97中小。だから、マイルじゃないでこれ1400メートルって言ってたから、俺。なんで、なんでそうだです、マイルがあんねんっていう、これ。1400ですけどっていうね。ダートだよっていう、うん。そうそうそう。一番成長にいい時期を急にやったんだから、昔の足は出せない。まあまあ、そういうことね。おまあまあ、その全、完全に一番いい時期を棒に振ったっていうね。もう、それはでかいよ、本当に。 おお、だムービーにとっては、まあ、ほんとかわいそうだったなっていう。で、一回戻ってきても、またもう、またも、怪我して、またね、もん、けして、また、牧場帰っちゃったから、おまあ、それがきつかったよなっていうな。おそうそうそう。えー、ムービー、明かり咲いて、まあまあ、それはね、別に言わなくてもわかりますよっていう。おそうそうまあまあ、逃げたから、それはそうなるんだけども、うん。ただな、これ多分、そんなにペースは、 早くなかったかもしれないっていうのもあるから、ちょっときついなっていうのはね、ある。だ本当に、まあ、ある意味、次のレース。おーていうか、まあ、この、こういう感じから、やっぱり、もう、どん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 上に、やっぱりね、まあ、一個でもいいから、着順を上げていかなきゃいけないんだよ。おそうそう、次を見てみるしかない。まあ、そういうことね。お次を見てみて、もう、判断するっていうのを、本当に繰り返していくしかないっていう。おまあ、頑張ってはいる。 頑張りは認めるけども、このままだと馬の死死んじゃいますっていう、そういうことは本当に、ルーザーズランなんですかっていうね、そうそうそう。だから本当にそこはもう頑張るしかないっていう、上がりだけのレースって逃げて上がり最低じゃどうしようもないよね。まあまあ、上がりが最低になるのは仕方ないよねっていう、それは。それはだって逃げたんだもん。ただ、粘れてないっていうのは問題だよねっていう、多分そんなに、そんなには速くないよねっていう感じはするから、 うんだそう考えると、ちょっと、きついねっていうふうになってしまうね。そうそうそう。うん、竹丸の地方賞金。あ、200万も稼いでるまじで。あ、まあまあ、あの、あれだよ。最初の、なんだお。ファーストドライか、昔の。ファーストドライ買ってるから、まあ、それがでかいよね。それで170万ぐらいだからお。そうそう。ムービーには辛口だな。まあまあ、辛口というか、ムービーはもともと期待がされてるからね。うん。期待されてるから、その分やっぱり、頑張ってほしいっていう。A クラスとか B クラスこれ走ってたわけだからね、これ。 おだやっぱそう考えると、やっぱ、もうちょっとやってほしいよねっていうお感じはするよね、やっぱりお。重症も出てたんだしさ。おだもうちょっとな、順調、ほんと順調であればなっていうねお。1年休んでるから、ここから。ここ1年だから、ここお。マジで。だからもうそこは、まあまあこれ11、11、11ときて5。 で、4って来てる。これは、一つね、褒めてあげたいなとは思ってるけどね、マジで。うん、そうそうそう。休んでなかったのに3勝ぐらいしてたのかな。まあまあ、それぐらいはあるでしょうお。それぐらいは絶対。やっぱり、順調に来てくるあの。このこのムービーはね、もう本当、体もね、ブリブリだったから、マジで。今ちょっと近くで見たことないから分かんないけど、おん、あとは気象面も全然これ成長してないって、むしろ悪化してるっていう、そういうところ。 おだからそこがきついよねっていう。そうそう竹丸殿は認定取ってるから、そうそう,そう認定。もうその新馬戦をあんで勝ってるから、それでも170万だから、おまあ、その分は全然違うよねっていうね。そうそうそう次,次は、えー、中に中1週だと思う。うん、だから、えー、いつだ ?8 月の第2週かお。第2週。だから5の週か。うん ま、なんとかね、もうちょっと、その、ちゃんとね、こう、競馬をね、もっとし、ちゃんとできている感じを見てみたいなとは思うんだけどね、おそうそうまあ、まあ4着取れたから、もしかしたらまた下原さん乗ってくれるかもしれないし、おもうちょっとね、なんとかお乗ってくれるジョッキーがいるかもしれないっていう、だそこは、まあ、探すしかないよねっていうね、そうそうそう、おーえー、ムービーはチンコだから冷たい、ジャパンマンコあるからまい、そういうことじゃないよね、別に。もともとの期待値っていうところだと思う。お ジャパンの賢さってか一生懸命さが少しでもムービーにあればまあまああれはでもまあスタートセンスだけどねスタートセンスおだそこでまあんームービーはちょっとやっぱりもっさりしてるっていうまあジャパン見てると本当やっぱり気持ちいいよね簡単にさっと逃げるっていうおだそれはまあそれに見慣れてしまったね俺らがお俺も含めてだからちょっとまあ不満感を覚えてしまうのは仕方ないかなって1等で1ヶ月何年ぐらいマイナスまあ簡単に言うとえ手当が えー、出走手当が大体いい6万、で、えー、っと今、値段が下がってから大体いい6万ぐらい、おで、あのー、賞金はもう書いてある通りおり、それでまあ,あとは2割とか、給食にバックとかおいう感じで、まあ、予約料が大体いい20万、おまあ、それで計算してくださいっていう。 おそうそうそうだから、もう3歳とかは、2歳とかは、もうプロミスとか、もうちょっと今どうしようかっていうの、プロミスはもう本当、次必勝だから、おだから、あえてプロミスはもうちょっと休,める休ませる、おじっくりいく、おだからもうちょっとプロミスは、次の次ぐらい、お2週ぐらい、しっかりと調を積んで、もう次完全に必勝でいくから、おで一気にアッパートライ、おそういう流れでいくから、もうそこ。 おそこはもう本当に譲れないっていう、おう4着だったら楽、楽っちょっと早、はいはい、前を向いてプロミスにかけよう、肉もあるし、OMP パーベキューパーティー、肉どこにあるんだよっていう、だから、おだからプロミスは、だから、ちょっと時間をかけさせてくれ、もう次の週に、あのー、使おうかっていう、まあ、話もあったけども、やっぱここは、1回落ち着いて、じっくりと仕上げると。おう だからもうちょっと本当に出走手当すら入らないっていう状態は正直辛いけども、でももうこれで焦っても仕方ないんだよ本当に。もう勝つしかない。わかるだろみんなもこれ賞金見たら。おこれ賞金を見たら、これ見てお。1着と2着っていうのはこれ全く違うんだよ。これ2着を例えば5回取っても1着賞金とこれ。 一着賞距離も少ないっていう、これお。っていうことは、今はもうほんと我慢して、次の確実な一着を取りに行くっていう、おそういうことっていう、今来たぞ、ムービーは4着。書いたの右にお。そうそう。えー、その座は今、減量いるんだっけいるよ、小山くん。小山くんだっけこれかお。この子。 新人っていうね、まあ、腕はわかりませんっていう、そうそうそう、うね、ここにいますっていう、はい。えー、予約は全頭で全、なんで全頭だよ、でも、一頭20万では大変です。4頭で、まあ、全部、まあ、20万い上に行ったりとか、まあ、20万行かなかったりとかもあるし、まあ、飯田先生のところはちょっと、あのお値引きもしてもらってるから、一概には言えないけど、大体まあ、20万ぐらいって思ってたら、足りるっていう、うん。そんな感じだ。だからまあ、 あの全部合わせるとまあ70万から80万ぐらいっていう、だからもうそれでも計算したら分かるんじゃないっていう、大体まあ走ってない馬もいるよねっていう、そうそうそうプロミスなら、いや、だたらプロミスは、だからもう万全を期す、俺はこれ言っとくからマジで、プロミスはもう次1着以外はもう許されないっていう、だからもうそれはもうあの万全を期すためにもういな、もう中1ヶ月。 お中3周4周は全然開けるよねっていう。ださっき言った通りだよ、だからこれお。5回2着を取るよりも1着1回の方が高いんだから、これ。おうだそう考えたらもうわかるだろうっていう。小山優也、あんまりうまいとは思わんだけど、まあまあジャパンに乗せてパーッと逃がさせるっていうのはね、まあ、やろうかなと思ったけども、まあそれよりもやっぱりね、中田ジョッキーが合ってるっていうところで、おそこはいいコンビでしょうっていう,そう,そう,おう。去年のジャパンしか走ってないこと考えて、まあまあそういうことや。だよまだまし。まだましだけども、ただまあ、いろいろ手、あの、 要ょうは停滅っ訴えとか、あとはもうそのあの疲労回復の注射訴えとかして、お金がまたかかるからお、だからそれは出てたらいいっていうもんでもないよねっていうところもある、おそうそうお正直、お前よく思ってるのは、まあまあ、本当、必死で働いてるからねお、もう夜も、夜もっていうか、別に普通にもう朝から晩まで。 必死になって、まあ、働くよねっていう。必死で払うよねっていう。いつか馬が頑張って、走って、俺に恩返してくれると思ってるし。やっぱりそれは、余裕があって、遊びでやってるんじゃなくて、馬も命明け。俺も命明け、馬主も。馬主も命明け。ジョッキーも命明け。ね、旧車も、やっぱ生活かかってるっていう。うん。だからそういう、真剣勝負として、まあ、やってるっていうのでいいんじゃないかなっていう。だから、まあ、競馬で、 勝った時に感動があるっていう、そこだと思う、マジで。そうそうそう。うん、じっくりと仕上げる投稿、勝ち上がり待ち。いや、だから、いや、別にそれは別に2位けでもいつも、ただ勝ち上がったらどうせ当たるんだから。 おうだそういう問題君ら本当だ、そういういやらしい言い方しかしないよねっていう、一生懸命頑張ってるんだから、これ、言い方考えたらいいよねってじゃあなんで、じゃあなんでそもそもシンバの方はどうやっの、投稿に当ててるのって、ガイアに当ててんのっていう,おう、握っててもしゃでないんだど、うせ当たるから、おっていうか、全員ぶっ潰すけどなお、そうそうそう、松本って、ぶっちぎり1000万ぐらい貯金あったらねえよだから、おうもうだから,からち、借金とかマイナスではマイナス、お借金まみれだわおうそうそう、毎月5000円のお父さんお手当てあるんじゃないか、まあね、それも本当にね、また誕生日プレゼントをね、 まあいただきながら、さらにちょっと、お振り込みいただいちゃってるっていう、もう本当に、なんだろうね、馬主なのに、これ、なんか友達からお金、毎月もらってますみたいな、こ,この感覚はなんだろうあ、ちなみにこれね、ちょっと一応、写真ギャラリーってことで、これ、コミュニティにリンク貼ったんで、よかったら見てっていう、これ、なんかちょっとリンクの貼り方おかしいよなっていうのあるけど、そうそうそう、まあね、これ、162万1006円。 ねえ、SBO で溜まりましたってことで、これ、もう奇跡だよな、これ。そうそうそう。まあ、別にないけどね、これ。100万使ってしかも六60万ないけどね、これね。競馬で使いましたっていう。そうそうそう。まあ、広告料がね、いよいよ100万超えたってことで、もう本当に、まあ、SBO がいよいよね、お認知度上がってきたなって感じはしてる。おそうそうそう。まあ、 ねこれ、7月17日にお誕生日おめでとうございますってことで、まあ、5000円っていう、うん、いただきましたっていうね、これ。まあ、完全にこじきだよね、これね。これを見てると、もう完全にこじきだなっていうね、思いますっていう、そうそう。松野さのさっき振り込んだからまた確認して、谷口板金でして、関係ないよね、これね、谷口板金。これ、実家の隣の板金屋っていうね。そうそうそう。あくまでも利用料で。そうそう。あくまでも利用料,料,料ってことでね。こ,これを見てこじきこじき言う人は、ちょっとね、頭おかしいかなって思うよね。そうそうそう。まあまあ、広告料もぼちぼちかな、本当に。 おぼちぼちって感じ、広告主も若干は増えたけども、まあ、やっぱり正直定着しないよねっていう、おまあ、解約もあるから、おまあ、これでな、もうちょっと金,金貯まったらまたま買いたいんだけどな、本当にお、だからこれ、本当ね、JRA 版,版の SBO が、おまあ、ちょっと名前まだ決めてないけども、それがもうスパークして、俺、馬券当てまくって、もう馬券で買いますみたいな。 おそれができるよねっていうう競馬に命をかける必要ないいだろういや、あると思う。まあ、っていうか、それはお勧めはしないけども、そういう人生もあっていいと思うお。君は何のために生きてきましたかって、例えば死ぬ前に言われたら、俺は競馬のために生きてきましたって、まあ、それ迷わずにすぐ答えられるよねっていうお、そんな人生もあっていいかなとは思ってる。おどうせバツイチだし。 おもう人生終わってんだから、マジで。まあ妹がね、もう結婚して、子供も生まれてるし、まあ母親的にはいいだろうと。まあ父親は女作って出てたし、だそう考えたら、まあ俺はもう馬主、うん、競馬のために一生捧げましたって、胸張ってまあ言って死ねたらもういいかなっていうお。それで思ってるよね、マジで。そうそうそう。46で誕生日に5000もらうのか。35だからだから。なんで一まで上やねんっていうお。そうそうそう。今日の話面白かったアドセンス連打。アドセンスは連打しないでねって言ってるよね、これ何回も。 本当、そう、あれも本当、奪われたら、収入の大半を失うんで、本当やめてください、マジで。おそうそうマルチのくせにこじきやってんじゃねだから、こじきじゃないよねって言ってるんだ、これね。これ、システムを作ってるんです、SBO って、水分ボンバーオンラインっていう、それでももう、日本で一番当たる競馬予想システム、各地方版を作ってるわけだから、それの利用料をいただいたり,たりとか、広告料をいただいてるのに、なぜこじきという話になるのっていう。おマジこれ、だって、頭使って、時間使って、夜も寝ずに、お 昼はその時工場で与えたから、昼は工場、夜はパ、ま、プログラマー,おーになりまして、こうやって作ったソフトなんですけどっていう、おそれでおばらってるお金でなんで小じ金になるのって、おかしくねって、それ、おそうまそくうおなちょっと休みいやいや、もう全然買いますねお、金があったら買いたい。うん ま、あそれはやっぱり、その他のビビックダディと言われてるわけだから、もう、こ小高さんの方が全然いいよねっていう。うん、そうそうそう。うん、馬主の歌自慢。歌自慢ってどういうことだったから、歌、別に歌は自慢してませんけどう。うん、そうそう。アイビス様ダッシュ当たる馬券教えてね。あの、タートバです。はい。スウェプトオーバーボードね。ま、あちなみにプロミス出したら勝てるかなとは思ってる。そうそう。あと、ヒンバー、外枠。うん、非常に簡単ですね。はい、そうそうそう。YBO に一応、あ、ま、あ YBO というか、もう君たち何を言ってるか本当分かんないんだけど、まあ、とりあえず JRA 版の SBO ねおー。は今 種の部分ができてるから、ちょっと明日、まあ、今日徹夜して、明日ガンガンに仕上げて、で、まあ、なんとかちょっとデータ取ってやれば間に合うかなと思うんだけど、間に合わなかったらもうエクセルでもなんでもいいからおやろうかなっていう、ちょっと理論の部分がやっぱりプログラムを書きながらの方が絶対多分いい案が湧いてくるから、もうそれはもう本当勝負って感じ。おそうそうそう。 個人のなんだよ、こじきって、これ。じゃだから、こじきじゃないよね、これ、何回も言って。君なんじゃあね、あの吉野家とか行って、牛丼食べてね、ね280円で言われて、こじきですかって言うか、じゃあ、これ。普通に利用料とか、これね、要は、飯を食ったらご飯代、映画を見たら映画代って、これ、だシステムを作ったら使用代、使用料、しかもこれ、後払いでいいよって言ってるんだけど、これ、どんだけね、いい人なんですかって、俺、そう,そうそう、でも、ほんと、こういうの作れて、すごいよね、照 <laughs> れるなっていうね、そうそうそう、いや、まあ、別にこれは誰でもできると思うけどね、おそうそうそう、まあ、図書館行って、本借りて、 読んでっていうあとは、なんて言うんだろう、もう本当に、死ぬかもしれないと思ったら、人間なんでもやるよねっていう、おそういうことだと思う、マジで。おだも本当に、あの時はもう本当死ぬと思ったから、おこういうものでも作って稼がなきゃっていう、まあその時、まさかこ毎月こうやってね、コンスタントに、 を稼げるとは思ってはなかったよ。おまあまあ、これ半年で100万ですか、みたいな。おうそうそうそう。だから、それは良かったよねって話なんだけどお、ただまあ、もうちょっとね、願わくば馬が走ってほしいっていう、うん、そうそう大半がアドセンス。まあまあ、アドセンスが大半だけども、おまあまあ、アドセンスは順調だよね。おマジで。連打するんだ、から。おぉ、そう,そうそう。だから、ここ以外で、今、 今月、だからこれ、入金が結構先なんだよ、だから。アドセンスはもう、クリックしてもらったら翌月に振り込まれるんだけど、こっちの方う、ん。いわゆる広告主、直接契約してもらってるところは、基本的には翌月払いとかになるから、今月請求して翌月払いになるから、もう来月なんだよな。そうそう、だからそれはちょっと厳しいという。え松野、今の話を総合した、愛美様出しは山人 パッパピオね本あ、そうなのマジで。ちょっと、まだ、あ、見てないけど、そんな難しくないっていうね。そうそうそう。山う、パッピーをねあるあ、そうなのっていうね。まあ、まあ、新しいやつでまあ予想するんで、まあそれが本めになるかどうかわかんないけどね。そうそう。ムービー故障発覚の時だっけ。 うーんとね、いつだっけな、これ確か、ブレスがもう本当に、あーもうこれ終わったんだなっていう風に思った時だと思う。おまだ天球前、飯田先生のところにまだ預けてない時だと思うけど、そうそうそう。で、終わったって言って、10日間配信休んで、徹夜で作ったのが、まあ SBO、まあこんなデザインよくなかったけども、その時はまだスマホっていうか、携帯からお見れるやつだったけど、でそれを作って、まあ、こんだけ10万馬券当てまくりングみたいな。 おそうそうそう。で、まあ、グーグル先生にも、ヤフー先生にも認められて、ただいま、えー、地方競馬予想で検索1位っていう、まあまあ、そうなるわなっていうね、おーそうそうダートバー、ンバトバ外クまあまあ、それはね、セオリーです。はい。あと、まあ、その脱臭区あるっていうね、そうそうそう、えー、そうだね、山林だわ。ああ、まあ、ま、山林じゃないですか。まあ、それはあると思います。はい。そうそう。まあ、だから、ちょっと、そのアイビスは俺、多分予想普通に決闘からできるから、それをやったとして、別の全くわからない、なんか平場をやってみようと思う。うん。 自分が手を出ないやつをそのシステムに任せて予想してみようかなと思うよね。まあ、両方やってもいいけどね。そそうそう,そう、えー、広告の効果なんてあるんだろうか。えっ、ー、と、ありますね。はい。もう何件申し込みて、一応こっちからも見れるんで、そこは、まあ、もう、皆さんもね、これね、特に、まあ、ちょっとこれ、あんまり言うとあれなんだけど、まあ、そのアドセンスは絶対ほっといてもらってほしいんだけど、こういうね、この競馬関連のやつは、もうガンガンに申し込んでください、これね。お非常に。特に、大川啓二郎のやつは、申し込んでいただくと、ジェヌインターン、本当嬉しいなと思うよね。 無料登録だからね、それはちょっと普通にちょっと言わせてくださいっていう。おそれは個式と言われてもね、ちょっとできれば、あのそれぐらいだったら別にね、無料登録は無料だからねそうそうそう、別にその金は払わなくてもいいからお、そこはちょっとやっていただけると嬉しいなと。大川啓次郎さんのやつが出てくるやつ、ここここずっとね回ってる。これもいい、この夏競馬開催。これも、これまあまあ、これまあまあね、まあまあ。お成果報酬っていうのあるからね、そうそうそう。おこれまあまあ。これ大川啓次郎さんのものそのついてくるんだけど、それは非常にいいよねっていうううそそそう。 えー、ビールやスパ、果てはゼリーまで、こじったどう答えんだから、いや、だゼリーはこれお中元だからね、飯田先生からもらえたお中元だから、マジで、そこは別に。あの なんていう乞食とか関係ないよねっていうねそうそうそう。だからこれはお誕生日おめでとう。かおかしいような、お誕生日おめでとうってもらって乞食って言われるか、普通。だから、ハンデ戦でも直戦でも、あの障害のやつでもあの、新馬戦でもなんでもいけますっていう,そう,そう,そう、予想業者、いや、犯罪じゃないよだから、あ、これこれこれ、これね、これ大川刑事のネタが出てきたら、これ皆さんね、クリックっていうことで、どんどん申し込んでいただけると、これはもうスマイネル軍団の発展に生かされるっていうね。そうそうまあ他のところもね、興味あったら見てくださいっていう。そうそうううん だからあの、ね、でもね、広告主やってると、ぶっちゃけ言うと、結構あ、ここの広告、ここの競馬の予想サイトは、あ真面目にやってるのかなっていうのがもう分かる、うん、ぶっちゃけ言うとね、そうそうそう、平場配信や,いや、だから、そのシステムがあのかなり使えるってなったら、もうフル通に平場もできますよっていう、そうそうそう、棋士や球者で指数の変動あるの、今度はありません、はい、そこ含、ま、変動あるといえばあるし、ま、ないといえばないっていう、基本、そのオッズ、投票率を、まあ、し あの基準にやっててるっっいうやっぱり JRA はとにかくその投票、要は売り上げが多いと、だからいろんな予想の結果がそのいわゆるオッズとして出ると、地方だとやっぱり売り上げが少ないから、もう本当に個人の馬主の思いで、なんか変わっちゃったりとかねお、だからもう副賞も単賞もぐちゃぐちゃになったりとか、そうそう単賞があの単っていうか、三連複と三連単が逆転したりとかね、まあ、たまには。おそ,うそ,うだそういうこともあるから、あの基本的にはもうオツあんま役に立ちませんねと。おだっったらやっぱこれ中央で おそのおつすべての予想の集約っていう、お投票率を、まあ、加味してやったらいいんじゃないかっていうところで、どういう時に荒れる、まあ、そのあおつになってるかとか、おういうのを研究して、今、それをちょっと出してるところ。うん 俺はそこから不動産広告に入って家買った。マジかよ、それ。いや、別に、それはお金、は全然ね、俺には入らないけどっていう。そうそう最終レース5%わらせたからテストにちょうどいい。あ,あなるほどね、なるほどねおうそうそう、まあ。配信はやらないかもしれないけども、まあ、普通にお、ちょっとデータ取るだけだったらいいかなっていうね。そうそうそううえー、投票率を予想に生かすって言ってたけど、その時点でオッツ使うの。その時点、あのね、どの時点のオッツ、これ、ね、すごくいい質問。これ、すごくいい質問。普通、そのなんて言うんだろう。 最終オッツと思われがちなんだけども、どうやら見てる限りは、朝一のオッズの方がいいらしい。マジで。お朝一のオッズ。なぜかね。要は例えば、9時とか10時時点のオッズの方が、なんかいいらしいんだよ。おで、確かに見てるとね、そのデータをそのオッツと合わせて見てると、確かにそうなんだよね。だから不思議なんだけど、そうそうそう。おうだまあ、それも含めて、両方取りながら、 やっていこうかなと思って、まあ最初はそんな正確には取れないけどね。うん、そうそう。う当たる予想を知ってるのは自分で買ってるだろう。だからインチキタ、買ってないだから。だから今システムを作るって言ってるよね。だからね、こうやって。何回言わすのっていうね。そうそうそう。うえいやいや,配信いや、配信はしないよ。だから、配信は1時間のみです。はい。そうそう。うん。先週浜中みたいな時は使えないのか。いや、だから使える、使える。うん。 だからそ,それを含めてだと思うんだよね、だから、うん、だからそう,いう多分そういうことなのかな、分かんないんだけど、結局、午前中のおうつっていうのはその、その日の,この流れとか、傾向とかっていう、ちょっとよく分かんないようなその予想がおつに反映される前っていうことなのか、ちょっと分かんないんだけど、まあ、結局データは正直に語ってるっていう感じかな、そうそう、うん、障害までってすごいな、あもうおつが出ればなんでもっていう感じになると思う、そうそう、ただ、多分ね、こういう時はちょっと、あんま買ってもいくないかなっていうパターンもあると思うから、そこはやっぱ、もう SBO もそうだけど、最初は もう全然使えなないいみたいなおだそういうのはやっぱ使って使って使って、まあねどんどん磨いていくしかないかなと思ってる。そうそうえなんで走らないの長いからです。はい、1時間以上はちょっと無理っていうね。GRB そうそうの SB を作って聞いたから、どの時点のオつか質問してたとそうことで、ね、そうそうそうおあのー、午前中です。多分多分ね。まあ最終的にどうなるかは分かんないけどね。そうそうそうお、ッズの変動を見る。あの、ね、そこも見なきゃいけないのかもしれない。おただ、どこの時点のオッズが一番、その 当たるか当たらないかというよりも、その信頼性の高いものかっていうのは、ある意味、そのねそういったあの不確定、なんて信憑性のないものが反映されないっていうのは、むしろ朝っていうことなのかもしれない。お研究の成果でいうとね、そう,そう,そうまああまあままあのちょっとまだ作っている最中なんで、最終的にどんなものがでるかわかんないけど、今はちょうどなんかそのいわゆるコアな部分の、なんか本当ね、もう 赤ちゃんの赤ちゃんみたいなところがようやくこのね、オンラインのやつがちょこっとできたんで、もしかしたら間に合えばそっちで見れるかなと。ただデザインとかも全然ダメだから、おとりあえずちょっとデータも手で入れて、それがなんとか表示される、配信には載せられるぐらいのものができればいいなと思ってるけどね。そうそうそう。それ大口投票のターゲットじゃん。だから大口投票でそのオツが、なんか異常オツになってるってそれだけだったの意味ないから。うん もっといろんなこと、いろんな、もうだから、結構ね、勉強になった、いろいろ、おーそのオッ理論っていうのをいろんな人もまず見てきたけど、あ、いろいろあるんだなって、でもそのオッ理論の中でも、例えば決闘で、基本、例えば、いわゆる日本,日本血統まあいわゆるサンデー系、アメリカ決闘、ヨーロッパ決闘とかあるように、だそういうふうに、いわゆるベースとなるものもオッにもあって、おだそれをちょっとまあ勉強しっかりしてるっていうね、そうそうそう、おあそいつから試験するの 試験ああ、いや、まあ、あとりあえず作らなきゃいけないから、作ったら、まあ、あ出来次第を、うん、やってこうかなって。まあ、まあ、お伝え取れれば、あとは、いあのー、結果と合わせればいいからね、別に。うん、中中継はだからしないですっていう。そうそうあ。明日予想しなきゃいけない、そうそう。明日の、ね、予想しましょうってこと。まあ、あ日曜日は普通に、うん、ニコ生やるんで、そこに合わせられればなと思います。はい。そうそう。まあ、っていうかな、本当に、もうこれ、ちょっと、これ、マジで、もう、今の成績、まあ、あみ,みんなも別に普通にログインしてみたらわかると思うけど、ボロボロだからもう中央。 マジでもうどうにもならない、マジでお。だからそこは、なんかなんとかね、まあ、ちょっと宮崎なん、どげんかせんといかんみたいな、マジで、お明らかに投資予想ソフトの影響、あ、まあまあ、それはあるよね、だからシステムにしたいっていうのは、やっぱりこうやって、ね、SBO を作ったぐらいだから、なんとか JRM もやっぱこういうのにしたいと思ったときに、一番心強かったのは、結局、1レースから12レースまでもう全自動で買って、奥く儲けた人、いたよね、まあ、みんなも知ってると思う。おっていうことは、あれ、おう以外はありえないよねっていう。 おだよなオッズ以外ありえないよねおだから何かその数字からでも数字だけで,でチャレンジしても勝ち目はあるんだっていう。 これ勇気湧くよね、マジで。おう、そうそうそうお。また買い目が曖昧な表示にしてこの方。どこが曖何回言わせよこれどこが曖なのこのビタビタだよ、本当に。おう、こんなわかりやすい。これは出てないけど、おう、こんなわかりやすいのに、いいか。見てみろ。じゃあ、もう適当に、もう適当に選ぶ。今、勝手に選んだ。これです、これ。おう、こんなわかりやすい。いいか、これ。ね、タンマークが出たら何ですかって、これね。軸とタンマーク。これね、書いてある馬タンと三連単を買ってくださいっていう。見て,見てみろ、これ。5だろう おで、これで本線1、6、8。ね、これ基本、まず基本は軸、軸本線、本線プラス押さえの3連複、こんだけ明確か書いてあるのにわからないったら、君は本当にね、ちょっと勉強し直せっていう、本当に。競馬を一からやり直せっていうマジで、ここに登録して頑張ってこいっていうね。そうそうそう。おうだから、こんなね、わかりやすく書いてるのに何がわからないんですかって。なか,からない、ポイントはわからないみたいなお。で、箱って書いてあれば、まあ、ボックス。お 実家、本線、土台のボックスと書いてあるよね、これ、マジで。書いてえ、え馬場の影響が怖そうなしステまあ、どうなんだろう俺も、だからそれはね、とにかく一つ言えることは s b を作った時もそうなんだけど、使ってみないとわかんない。どんどん使わないとっていう。M の法則はダメ。いや、だから、M の法則含めてですよ、含めて。で、やっぱり予想支援。 的なところもあった方がいいと思う。結局最終的な挑戦は自分でするっていうところね。おそうそうそう。だから、そういうところも余地も残しつつっていう、完全に解明だけ出すっていう感じじゃない方がいいかなとは思ってる、マジで。バケン出せよぎで敵発されるぐらい頑張る。まあまあ、それぐらい頑張ったらね、本当に本望かなと思ってる、マジで。おだから、見てみよう、これ。な、これ、わかるみんなな、これ。なこ5番が1着。おで、2着。まあ、2着候補はボックスだから、ちょっと手広くいってねっていう。おで、指数をちょっと細かく見たら、これ。 おーこの辺がやっぱり、ま、あ本線は本線だよね。ただ、押さえの方もあんまり数値的にこれ、お離れてないから、おーまあ、ちょっと手広くいく、ま、あもしくはボックス、お行ったらいいよねっていう。簡単だよな、マジで。お見て、見てやろうかだってこれ、じゃあこれ5番だろう ?5 番1着だからこれ。おえっ、ー、と、競争成績、えドーンっていうね。お ね、おまあまあ,あの当たりです、はい、普通に当たりってことでね、はい、いや当たりだよなこれメス普通においや君だなよーく見とけおもうちょっとなもういやあえて言わんもうこれは君たちがちょっとねすねると思ったからあえて言わんけどよーく見てみろマジでお今日の笠松5レース マジでよーく見とけ、これは、いや、もう俺は今ね、ちょっともうこれは大人げないから言う,、まあ、言,わう言うまいと思ったけど、よーく見てみるよ、じゃあ、この笠松お、さっき言った通りな、これ、基本は軸本線、本線お代の3連覆だから、マジで、おーよーく、よーく見てねっていうことでね、おまあ、とりあえずね、あのー、まあ、今週、えー、スマイル軍2頭走りましたけども、まあ、残念ながら、うん。 えー、ピクセルが3着、ムービーは必ず4着でしたと。で、まあピクセルはね、まあ、将来あるんで、ここから順調にやっていけばいいと思うんだけども、ムービーは、 ま非常に待ったなしという状況であります、うん、今回、展開が向いたのかな、まあ、それもある中でも4着というのは非常に厳しい結果と思わざるを得ないと、やっぱりまあ次々と言ってるけど、も次こそまたね普通にまあ展開向かなくても、ちゃんと粘れるか、C2 だったらや,っぱやれなきゃいけないという風に考えると、次が勝負かなと思ってます、はい、また多分、ね中一周で走るんで、まあ、よかったらね応援してやってくださいはいいうことでね馬の情報を Twitter に流してます、配信上も Twitter に流してますんで、よかったら見てください。今週末はニコ生です